ボンジュー、皆様こんにちは。ブラマニのガクです。おつぶらです。今日はですね、こちら中国のフィギュアメーカーさん、ポップマートさんからね、発売しているモーリーのバグズフィギュアですね、シリーズ1の方、開封レビューの方を行わせていただきたいと思います。こちらのですね、モーリーというキャラクターなんですけどね、最近僕たちブライスファンの間でもちょっと話題になっているキャラクターですね。なぜかと申しましたら、こちらのね、モーリーというフィギュアはですね、こちら一箱1200円のちっちゃなね、ミニフィギュア、シークレットタイプのブラインドボックスタイプのミニフィギュアのシリーズ1200円で売ってるんですけど、その他にもですね、こちらのモーリーという女の子がですね、着せ替え人形ですね、15センチくらいの可動ボディのお人形で、こちらのポップマートさんからね、7、8000円くらいで発売されておりまして、最近ですね、こちらのポップマートさんがアメリカのハズブロさんからですね、ブライスの権利を勝ち取って、こちらのモーリーのフィギュアとブライスのね、新しい15センチサイズぐらいの可動ボディの人形を2体セットで中国の方で販売したということで、日本のブライスファンの間でもこちらのモーリーのキャラクターね、話題になってますね。中国のデザイナー、ケニー・ウォンさんがお描きになったキャラクターということでね。僕もですね、今中国からブライスとこちらのモーリーのね、フィギュア2体セット到着するのを今かと待っている段階なんですけど、まあそちらが到着する前にね、一体このモーリーというキャラクター、一体どういうものなのか知ってみたくてね、日本のアマゾンを覗いていたらですね、こちら12箱入っている、販売用のね、なんていうんですかね、コンプリート箱っていうんですか、そういった感じの、商品なんですけど、1箱1200円のブラインドタイプのフィギュアが、12箱入っているということでね、普通13,000円ぐらいすると思うんですけど、それが5,000円ちょっとで売っていたということで、早速ね、買ってみましたのでね、それぞれ開けてね、一体どのフィギュアが入っているのか見てみたいと思います。今回はね、このように、バグズシリーズナンバーワンということでね、モーリーが虫に扮したね、モーリーがいろいろ入っているということでね、一体どんなフィギュアが出てくるのか、早速ね、一箱ずつ開けてみたいと思います。はい、それではね、このように箱を開けてみました。中にはですね、1箱1200円のこちらのフィギュアが合計12箱入ってますね。そちらの12箱の中にはこちらのね、絵柄のように12種類の昆虫のモーリーが入っているということで、運が良ければですね、こちらの12種類の昆虫の他にシークレットフィギュアがね、入っているということで、運が良ければ当たるかもしれませんね。それでは早速1箱ずつ開けてみたいと思います。まず一箱目はですね、こちらのフライ、ハエのモーリーが出てきましたね。かなりこうしっかりとした作りですね。やっぱりポップマートさんね、彩色綺麗ですね。ハエのね、羽の透明感も再現されてて可愛いですね。ちょっと仮面ライダーっぽいですね。2箱目はね、カブトムシが出てきましたね。カブトムシですね。黒光りしたね、カブトムシですね。すごいかっこいいですね。ヘルメットに星のマークがついてたりね、この黒光りしてるところがね、ちょっと、すごいですね。モーリーね。3箱目はね、モースということで、ガのモーリーですね。ガを題材にするところがすごいですね。ガ。でも綺麗ですね。こうシルバーな、こう感じ、こう、なんて言うんでしょうかね。パール塗装されてるような感じでね、すごく綺麗な、繊細な塗装がね、されてますね、モーリーね。かわいいですね、ガ。胸元にね、月のマークですね。
4箱目は大クワガタが出てきましたね。大クワガタね、すごいですね。クワガタね、金の羽に胸元にはハートのマークがついててね、可愛いですね、クワガタね。クワガタと、まあ、カブトムシね、セットで可愛いですね。いかがでしょうかね。5箱目はモナークバタフライということでね、蝶ですね。モナークバタフライの蝶ですね。可愛いですね、この蝶々ね。箱の、トップのね、一番大きく印刷されているので、今回のね、モーリーの中でも主役級のね、子かもしれないですね。華やかで綺麗ですね。ブルーのワンピースに、こう、マーガレットでしょうかね。花のプリントが施されてて、蝶の羽のね、模様もすごく色分けされてて、すごく綺麗ですね。可愛いですね、このモーリーね。もし一体買うんだったら、このモナーク蝶のね、モーリーが一番いいのではないかな、なんて思いますね。まあ、箱にもね、大きく印刷されているので、本当に主人公的な扱いの子でしょうね、この子ね。可愛いですね。6体目はアリのね、モーリーですね。アリのモーリー。このような感じでね、網タイツを履いている。アリさんですね。アンツということで、A の文字がね、胸に大きく入ってますね。アリの触覚がちょっと曲がってるんですけど、手で直せばね、まあ大丈夫ですね。で、首も動きますし、手のね、可動もしますね。すごいですね。大きな尻尾もついててね。アリのモーリーでしたね。7体目はですね、このように付属品がついてますね。蜂ですね。B、蜂のモーリー。かわいいですね。手にね、蜂蜜の壺を持ってますね。で、羽の部分もクリアの羽で表現されてて、黒とね、黄色の縞模様のね、アウトフィット。かわいいですよね、モーリーね。あ、めちゃめちゃかわいいですね、この蜂のモーリーね。面白いですね。8体目はテントウムシのモーリーですね。テントウムシですね。かなりこう変わった、ね、テントウムシですね。ハートのヘルメットをかぶってたりね。かわいいですね、テントウムシね。しっかり黒い点々のね、模様も再現されてて、かなり細かいね、色分けもされてて、すごく素敵ですね。テントウムシのモーリーね。蝶と蜂とテントウムシとね、いろいろこう、これぞこう女の子の虫って感じでかわいいんですけどね。いかがでしょうかね。9体目はコガネムシですね。グリーンビートルということで、コガネムシですね。コガネムシってグリーンビートルって言うんですね。ちょっとこう、今までのね、昆虫のシリーズの中でも、ちょっとマットな感じでね、こう、ツヤがない感じで可愛いですね。これがグリーンでね、黒光りしてたら、ちょっとテカっててね、キラキラ光ってたらちょっと気持ち悪いかもしれないので、このマットな感じのね、表現すごくいいのではないかと思いますね。女の方にもね、こう好かれるんではないかなと思いますね。このパステルのね、グリーンのミントグリーンの色、綺麗ですね。コガネムシさんですね。10体目のモーリーはヘラクレスオオカブトムシですね。ヘラクレスオオカブトムシ、男の子のね、夢のヘラクレスオオカブトムシですね。僕もちっちゃい頃ね、カブトムシ大好きだったんですけどね。でもやっぱりちょっとこの年になるとね、この黒光りしてるところがこう、G を想像させてしまってね、なんかちょっとこう、気持ち悪いなぁなんて思ってしまうんですけどね、このモーリーね。本当にこう、テカテカしててね、カブトムシというよりもちょっと G っぽいですよね。まあね、ピンクの髪にね、紫のアウトフィットを着てるので可愛いとは思うんですけどね、いかがでしょうかね、女性の皆さんね、好き嫌い分かれるんではないかなと思いますね、このヘラクレスモーリーね。10
11体目はドラゴンフライモーリーですね。ドラゴンフライトンボのモーリーということでね、トンボ特有のちょっとこうメガネっぽい感じのね、目の表現ですとか、この長い尻尾がね特徴的ですね。羽も透明なね、こう長細い2枚のね、左右についている4枚、合計4枚の羽がね、トンボっぽいですね。ね、トンボというよりはなんかこう、縞模様のね、水着、を着た、ちょっとこう、昭和レトロなね、こう、水着を着た女の子って感じで可愛いですね。紫でね。トンボのモーリーですね。それでは最後の一体になりました。早速ね、最後の一体開けてみたいと思います。シークレットが出るかどうか、ね、楽しみにしていたいと思います。おー、めちゃめちゃ綺麗ですね。すごい綺麗。わ、めちゃめちゃ可愛いじゃないですかね。最後、12体目はブルーモナークの蝶のモーリーですね。すっごい綺麗ですね。ピカピカしててね。パール塗装の頭部ですとか、ボディの部分もね、ブルーにパール塗装されてて、すごく綺麗ですね。羽のね、模様なんかもしっかり再現されててね、綺麗なモーリーですね。すごい凝ってますね。可愛いですね。はい、それではですね、今回のね、モーリーバグズシリーズナンバーワンね、開封してみました。このようにね、可愛いモーリーの昆虫フィギュアがですね、12種類出てきました。ちょっとね、ミステリーフィギュアの方は出なかったんですけどね、普通の、ベーシックなね、12種類すべてコンプリートすることができたのでね、めちゃめちゃ可愛かったですね、このモーリーね。こちらね、蝶々だったりね、カブトムシだったり、コガネムシのね、昆虫が題材にされたモーリーでね、それぞれ塗りも本当に丁寧ですしね、こう、さすがね、やっぱり1200円するフィギュアなのでね、お値段も決してお安くないんですけど、その分ね、しっかりとした塗り分けだったりね、こう安っぽい感じがしなくて、本当にいい作りですね。重くてしっかりとした素材でね、できてますしね、高級感もあって、さすがね、ポップマートさんだなぁなんて思いますね。この辺のね、こう塗りの細かさとかすごいですよね。さすがだなぁなんて思いますね。まあ、ただちょっとですね、こう女性の方にはね、難しそうな題材ですね。カブトムシとかね、クワガタとかね、ハエとか、こう、題材にね、扱われてて、ちょっとこう、ね、どういったものかなぁなんて、ちょっとこの辺のね、ハエとかね、カブトムシ、ちょっと女性にはね、とっつきにくい、こう、キャラクター選択ではないかなぁなんて思うのでね、だからこう、いまいち、売れなかったのではないかななんて思うんですね。やっぱりこうね、1万3000円するぐらいのものが5000円でね、買えたということで、ね、この辺のこう、パステルカラーのモチーフのモーリーをもうちょっと増やしてね、もうちょっとカラフルな感じの昆虫シリーズにすれば、もうちょっとこう、売れたのではないかななんて思うんですけどね。まあ、このポップマートさんのフィギュアね、男性にも人気があって、やっぱり女性にも中国では人気があるそうでね。なのでやっぱりこう、女性が好きそうなキャラクターですね。使われてフィギュア化されてるんですけど、やっぱりね、選んだモチーフが昆虫ということでちょっと難しかったのではないかなぁなんて思うんですけどね。この他にモーリーはですね、学校の制服だったりですね、鳥さんだったり、あと普通の日常の生活ですね、の中のフィギュアなんかも出てるということでね。すごく、今回初めてね、モーリーのフィギュア、お迎えしてみたんですけど、これは可愛いなと思いましたね。ちょっとこう、口を尖らせたアヒル口っていうんでしょうかね。アヒル口の女の子に、こう、いろいろなね、髪色だったり、目の色だったり、ちょっとブライスに通じる部分がある
こうフィギュアだなぁなんて思ったのでね。だから今回モーリーとねブライスのコラボレーションのドールが出るのかなぁなんてちょっと思いましたね。ブライスみたいにね髪の色が違ったりアウトフィットが違ったりね目の色が違ったりするということでね、すごくブライスに近い親近感を持てるモーリーのねキャラクターフィギュアだったなぁなんて思いますね。こちらの一箱の中にですね、このような感じでコレクションカードっていうんですか、それぞれのねフィギュアのこう絵柄のついたカードも1枚ずつ入ってますのでね、このカードとフィギュアがセットになってるのでね、くれぐれもこちらのカードなくさないようにね気をつけてくださいね。今回も例のごとくフィギュアと一緒に、ね、このような感じのこう黒いメダルがですね、これでもかっていうぐらいね一緒に入っていたので、今回やっぱりですね気づいたことはそれぞれね重さが違うんですよね。厚さがあってですね、こう軽めのものには重たいような感じのこのコイン、黒いコインが入っておりまして、こう重めのものにはこう軽めのねこう重さを調節する意味でこの黒いコインが入ってるんではないかと思うのでね。そうなのでこうね、ブラインドボックスなので中に何が入ってるかね重さを測ってもわからないようにするための意味だと思いますね。こちらねすごく凝ったね、しっかりとした販売方法だななんて思いますね。こう箱ねお店の方がこうグラムを測ったらねすぐ中に何が入ってるかね分かってしまうのでね、この方法すごくいいのではないかと思いますね。でもこの黒いプラスチックのねコインがどん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 溜まっちゃうのがちょっと問題かななんて思いますね。まあこちらのですねポップマートさんのこのフィギュアのブラインドボックスのフィギュアなんですけど、日本ではねロフトさんとかあと自動販売機ですね、ポップマートさんのこのフィギュアが買える自動販売機なんかもね設置されているということなので、もし興味がありましたらねこちらの動画の概要欄の方にポップマートさんのサイトのねホームページの方を貼っときますのでね、あとはアマゾンの商品とかのねリンク貼っときますので、もし興味ある方がいらっしゃいましたらぜひともポップマートさんのねモーリーのフィギュアお迎えしてみてくださいね。それでは今回も長々とご視聴いただきおつぶらでした。また次回の動画や開封レビューでお会いいたしましょう。プラマニのガクでした。ね、本当に可愛いですよね。このクワガタとかね、白黒でね、モダンな感じでいいですね。でもやっぱちょっと、この黒光りしてるところがね、さすがちょっとこう、ゴキチックだなぁなんてちょっと思ったりしてね、G っぽいなぁなんて思うんですけどね。いかがでしょうかね。ね、やっぱりこう、もうちょっとね、女の子っぽい、こう、とっつきやすい、ね、題材だったら5000円まで値段が下がんなかったんではないかと思うんですけど、逆にね、5000円まで下がったのでお迎えすることができたのでね、僕個人的にはねこのぐらいのお値段だったらお迎えしやすいんですけどね、さすがに1万3000円だとねやっぱり結構お値段的にもするのでね、なかなかお迎えできないとは思うんですけど、ぜひともね一箱だけでもお迎えしてみると楽しいと思いますよ。はい。